1971年に直線稼働に改変された運河は現在では埋め戻しにより自然な蛇行状態に復元されている。エバーグレーズの復元は20世紀にアメリカ合衆国フロリダ州南部において破壊された環境を修復しようという現在も継続中の動きである。費用と範囲の両面において史上最大級の環境修復の試みとなっている。 エバーグレーズの劣化はビッグサイプレスシ地に空港を建設しようという提案があった後、1970年代初期に全米的な関心事となった。調査の結果、その空港は南フロリダとエバーグレーズ国立公園の生態系を破壊するだろうということが示された。数十年間にわたる破壊の後、州及び連邦政府の機関は、 南フロリダの自然環境とエバーグレーズの地域内及び近辺で近年急速に成長してきていた都市及び農業中心地とがそれぞれ必要とするもののバランスを取る方法を模索している。1947年のハリケーンによる洪水被害を契機としてエバーグレーズでは中央南フロリダ間の治水・排水事業が行われた。南フロリダでは 1950年代から1971年の間に治水・排水事業 C&SF が2300キロにわたって進められた。最後の事業は、キスミー川を直線水路に改変することであったが、これが原因となり、この地域の水質に悪影響を与え、動物の生息地に壊滅的な被害が生じた。 35キロの運河は埋め戻しすることになり、1980年代における治水・排水事業の最初のプロジェクトとして、運河の復元や資材を掘り出しての再生事業が行われた。1986年に水路の中で高濃度のリンや水銀が発見され、南フロリダ水管理局による水質管理が重要事項となった。費用的にも、 時間的も多大な労力を要した法定闘争が水質基準の決定権を持つ様々な政府機関と水質基準を強いられた被害者との間で繰り広げられた。フロリダ州知事のロートン・チルズは水質汚染除去のリミットを定め政府機関が責任を負うとする法案を提出した。当初の法案は汚染物質の基準が厳格ではなかったために 保護団体に批判を浴びたが、1994年にはエバーグレーズフォーエバー法が制定された。南フロリダ水管理地区と陸軍工兵隊は共同事業により目標を超える臨除許による水質改善を達成した。フロリダ州知事のロートン・チルズが任命した委員会は1995年の報告書で南フロリダ州の成長を維持できなかったことを 公表し、環境の悪化が南フロリダ州の住民の日常生活に悪影響を与えたとした。現状の傾向を停止させる対応策を取らなければ、環境破壊により観光産業や商業上の利益を損なうことが予測された。治水・排水事業の評価に関する8年間にわたる研究結果は、1999年に議会に提出された。 この報告書によれば、もし何も対策しなければ、地域一体が急速に崩壊していくという警告が発せられていた。2000年には、エバーグレーズの環境復元事業と呼ばれる戦略が、エバーグレーズのオキイチョビーコ、カルーサ八川、フロリガ湾などの地域を過去50年間の損害から復元するために制定された。今後30年かけて、 約7800億円を投じることが想定されている。エバーグレーズの環境復元事業のオキイチョビー湖へ排水されている。浮きにはオキイチョビー川から水が溢れ、水面が広がって浅くなり、全長1 6 0トル、幅9 7トルの川となる。この広く浅い川の流れは白草流と呼ばれる。土地は フロリダ湾の方向に緩やかに傾斜しており、エバーグレイズから流れる水の大半は昔からその湖に流れ込んでいた。排水が試みられる以前、エバーグレイズはフロリダ半島の3分の1を占め、1万平方キロメートルを構成していた。エバーグレイズは19世紀初期以来、農業開発の興味の対象になってきた。 その最初の排水の試みは1882年のことであり、ペンシルベニア州出身の土地開発業者、ハミルトン・ディストンが最初の運河を建設したことだった。これらの試みはほとんど成功しなかったが、ディストンが土地を購入したことで、フロリダ州の観光業と不動産開発を加速させることになった。フロリダ州知事ナポレオン・ボナパルト・ブロワードの政治的な動機けが、 1906年から1920年の運河建設で成果を上げるようになった。埋め立てられたばかりの湿地が砂糖キビや野菜を栽培するために使われる一方で、エバーグレーズでは都市開発が始まった。1926年のマイアミハリケーンや1928年、オキーチョビーハリケーンが地域に広い範囲の破壊や洪水をもたらしたので、アメリカ陸軍工兵司令部が 大きいチョビー湖の周りに包みを建設することになった。その4階建ての高さがある壁がエバーグレイズから水を遮断した。1947年に襲来したハリケーンによる洪水でアメリカ合衆国議会が中央、南フロリダ間の治水、排水事業を設立し、延長線400マイルの運河と堤防、数百のポンプ場、 その他水量制御装置を建設する責任を持たせた。地水、排水事業が当初あったエバーグレーズの37%に水質保全地域を設立し、過剰な水を南フロリダ都市圏に供給し、あるいは大西洋やメキシコ湾に流す貯水調整地として機能させた。地水、排水事業はまたエバーグレーズ農業地域も設立し、アメリカ合衆国で生産される。 サトウキビの大半を栽培した。EAA が最初に設立された時、当初あったエバーグレーズの約27%に広がっていた。1960年代までに都市開発と農業用途によってエバーグレーズの大きさをかなり減らしていた。当初あったエバーグレーズで残っていた25%がエバーグレーズ国立公園として保護されたが、この公園は治水。 排水事業の設立以前に制定されており、その水の放出は地水、排水事業の行動に依存していた。1960年代には、マイアミ都市圏や他の都市圏がエバーグレーズに進出を始め、公園管理部門と地水、排水事業の間に政治闘争が起こり、公園内の水が不足することで生態系が混乱した。農業地域で使われた農薬が、 エバーグレーズ国立公園の土壌や水門学に変化を与え始め外来種植物が蔓延するようになった。しかし1969年にビッグサイプレス湿地に大規模空港を建設する案が出され、エバーグレーズの劣化した自然体系に注意が向くようになった。ここで初めてエバーグレーズは環境保護の対象と考えられるようになった。1970年代、 環境保護が全国的な優先事項になった。雑誌タイムは1971年1月に環境保護を年間の問題と宣言し、アメリカ人の犯罪、薬物、貧しい学校のずっと前に、その町が直面する最も深刻な問題に格くつけたと報告した。南フロリダが1970年から1975年まで厳しい干ばつを経験したとき、 マイアミ市では1971年の降雨量がわずか33インチであり、平均降水量よりも22インチ、少なかったがメディアの注意がエバーグレーズに集まった。州知事補佐ナサニエル・リードとアメリカ合衆国魚類野生生物局の生物学者アーサー・アール・マーシャルの支援があり、政治家たちが行動を始めた。州知事ルービン・アスキューが1972年に 土地保全法を制定し、有権者が承認した再建2億4000万ドルを使って環境的に特徴があり、他では代替できないと考えられる土地をフロリダ州が購入することを認めた。その時からフロリダ州は他の州よりも多くの土地を公共用途のために買収してきた。1972年、アメリカ合衆国大統領リチャード・ニクソンが 1969年にマイアミジェットポートの建設予定地とされていたビッグサイプレス出地を連邦政府が保護すると宣言した。1974年ビッグサイプレス国定保護地が設立された。同年ファカハッチーストランド州立保護地も創設された。1976年ユネスコがエバーグレーズ国立公園を国際的生物圏保護区に指定した。 1979年には世界歴史遺産にも登録した。1987年、ラムサール条約により、エバーグレーズは国際的に重要な湿地に指定された。この指定は地球上で3カ所のみであり、エバーグレーズの他には、チュニジアのイシュケルコと、ブルガリアのスレバルな自然保護区がある。1960年代、中央、南フロリダ間の地水。 排水事業が政府の監督官や観光保護団体からの監視を多く受けるようになった。その規模について批判が続き、世界恐慌の時のダム建設プロジェクトであるテネシー川流域開発公社と比較されることもあった。明確な決議や計画もないままに建設費は数十億ドルの単位になった。治水・排水事業のプロジェクトは、 全体系に対する因果関係を無視し、未来の確実性を仮定し、つかの間の危機を解決することに成功しているが、将来の危機を誇張する状態に取りかかる危機と反応のサイクルの一部として特徴を付けられた。最後のプロジェクトは曲がりくねっているキシミー川の反乱源を直線化する運河の建設であり、1962年に始められた。キシミー川は、 昔から大きいチョビーコンに注ぎ、そこからエバーグレーズに水が流れていた。環境保護主義者、マージョリー・ストーン・マン・ダグラスが後に、治水・排水事業のプロジェクトは相関する愚かさであり、C-38 運河がその最たるものである、と記していた。蛇行する長さ90マイルの川を52マイルの水路で置き換えるように設計された、この運河は、 1971年に観光し、2900万ドルをかけていた。それは、広さ約4万5000エーカーの湿地を、保持力のある池、ダムと植生で置き換えることだった。生息域が失われたために、この地域で水鳥、賞金類、釣りの対象とされた魚類の数が劇的に減少した。埋め立てられた氾濫源は農業用地に変わり、使われた農薬や、 殺虫剤がオキチョビび湖に流れ込んだ。この運河が完成する以前であっても、環境保護団体や釣りと漁の団体が、キシミー川の復元を要求していた。構造物65バイトの破壊の瞬間。2000年に川を自然の流れに復元するために、アメリカ陸軍工兵司令部が破壊した。アーサー・アール・マーシャルが損傷を復元させる運動を率いた。 ダグラスによれば、マーシャルは、キシミーの車上につながる、湖群から、フロリダ湾までのエバーグレーズを、その大気、気候、石灰岩を含め、一つの気候として表現することに、成功した。エバーグレーズを復元させるという大義は、環境保護団体の専売特許にとどまらず、政治家たちの優先事項になった。ダグラスは、マーシャルが、 エヴァーグレーズを出血する心臓という分類から永遠に取り出すという大きな魔法を成し遂げたと主張していた。マーシャルの必要な主張により、新任州知事のボブ・グラハムが1983年に我々のエヴァーグレーズを救えキャンペーンの開始を宣言し、1985年、グラハムは C-38 運河の部分を埋め戻すための最初のシャベルを挙げた。それから1年以内に、 その地域は元の状態に戻すべく水で覆われた。グラハムは2000年までにエバーグレーズはできる限り排水を行った前の状態に近くすると宣言した。キ見ミ川復元プロジェクトは連邦議会による1992年水資源開発法によって承認された。このプロジェクトの費用はわずか22マイルの運河を元に戻すだけで5億7800万ドルと 見積もられた。この費用はフロリダ州とアメリカ合衆国政府で分担するものとされ、州は土地を買収し修復する責任があるとされた。2002年、アメリカ陸軍公平司令部のプロジェクトマネージャーは、我々がこの規模でやっていることは、エバーグレーズの復元にかかるときに、さらに大規模なものに変わると説明した。プロジェクトの全体は、2011年までに完成する。 ものと見積もられた。外来種のガマ。水中の林濃度の変化により、在来種の総グラスから外来種のガマが優先する植生へと変化した。水質に対する関心は、1986年にオキーチョビーコ湖面の5分の1に水の花が広がったことで、南フロリダに集中された。この水の花は、エバーグレーズ農業地域から流出した農薬による、 ものであることが発見された。1979年の法律では、エバーグレーズの業地域で使用される、化学品が、湖水に滞留しないように謳っていたが、運河に流れ込んだものが、エバーグレーズ水質保全地域に流れ、最終的にポンプで湖に組み上げられた。因は、植物の成長を支援するが、エバーグレーズにおける泥街道を形成する要素の一つである。 付着藻類を破壊することを微生物学者が見つけた。ドロカイドはデータンともに2種類あるエバーグレーズの土壌の一つである。それはエバーグレーズの一部が短期間洪水となり、付着藻類の層が乾燥するところで見られる。林成分の大半もデータンから溶液酸素を取り除き、藻類の成長を促進し、固有種の無脊椎動物を死なせ、層グラスは 外来種のガマで置き換えられる。ガマは背が高く群生するので、鳥類やアリゲーターが巣を作れなくなる。サトウキビ畑近くで採取された水のリン濃度は 500ppb を示していた。1987年、衆議会は1992年までにリンを40%減らすことを義務付けた。エバーグレーズでリン濃度の水準を強制する動きは抵抗された。 サトウキビ産業は、US シュガーとフロー産の2社が支配的であり、エバーグレーズ農業地域での生産量の半分以上を栽培していた。これらの企業は、熱心にその利益を保護するロビーストによって、州政府でも連邦政府でも影響力を持っていた。全米オーデューボン協会によれば、サトウ産業はビッグシュガーというあだ名もあり、政党や、 候補者にゼネラルモーターズよりも多くの寄付を行っていた。佐藤産業は汚染した水に対する政府予算による研究を止めようとしており、マイアミの連邦検察官がエバーグレーズ国立公園を保護するために法的手続きで佐藤産業を告発しようとしたときは、ビッグシュガーがその訴訟を引き下げ、検察官を首にさせようとした。 金のかかる法廷闘争は1988年から1992年まで、フロリダ州、アメリカ合衆国政府と佐藤産業との間に続き、誰が水質基準を守り、エバーグレーズ国立公園とアーサー・アール・マーシャル、ロクサハッチー国定野生生物保護区を維持する責任があるかを決めようとした。1980年代に、魚の中に水銀が発見された時に、 新たな水質に関する心配が持ち上がった。水銀は人体に有害なので、漁師には南フロリダに捕まえた魚を食べることに警告が発せられ、またシャーク川の町近くで死んでいたフロリダパンサーの死体から人体にとっては致死レベルの水銀が発見された時に科学者たちが警報を受けた。水銀を体内に摂取すると中枢神経系に悪影響を与え、 脳に障害を与えたり、出生異常を起こすことがある。水銀のレベルに関する研究では、食物連鎖を通じて、生物蓄積されることが分かった。この連鎖の中で貝にある動物は数を減らしたが、大型動物がそれらを餌にした時に、水銀量が増していくことになる。死んだパンサーの餌は、アライグマなど小動物や若いアリゲーターなどだった。水源の出所は、 廃棄物焼却炉や化石燃料発電所であり、大気中に成分を放出し、それが、無敵に凝結されるか、寒気には誇りに含まれることになる。エバーグレーズ国立公園の中で自然にあり、硫黄分を下げる、機能のあるバクテリアが、水銀成分をメチル水銀に変成させる。この過程は、洪水が、それほど起こらない、エバーグレーズでは、より劇的に起こる。 発電所や焼却炉の排出物を減らす排出基準が執行されて大型動物で発見される水銀の水準も減少している。魚では約60%減り、鳥類で70%減ったが人体への影響が懸念される水準ではある。エバーグレーズ北部にある雨水処理区右手には砂糖キビ畑が隣接している。 水質に関する政治的泥沼状態を解決する試みの中で1994年州知事ロートンチルズがエバーグレーズ下流に放水されるエバーグレーズ農業地域内の水を浄化する法案を提出したこの法案ではエバーグレーズの生態系は水質も水量も回復されねばならず長期的かつ包括的な方法で保存され 保護されなければならないと述べていた。フロリダ州環境保護省と南フロリダ水管理地区が水質を調査する責任があり、地域の林濃度を下げることを目指して、水供給方法の改善、外来種の制御、税の徴収を執行することとしている。土地を購入することを認め、そこでの汚染物が送られて処理され、エバーグレーズ農業地域から出る水質を改善する。 ことが認められている。この法案を批判する者は、基準に合わせる年限が不必要に2006年まで遅らされていると論じた。良い水質を強制するために12年間という期間である。主要な汚染者であるはずのサトウキビ農家に対し、環境浄化の費用を払うよう強制しておらず、水中の輪の許容量の指揮を二十 p p b から五十 p p b に上げたと非難した。 チルズ州知事は当初その方をマージョリー・ストーンマン・ダグラス法と名付けたが、ダグラスは汚染者に対して取った行動が気に入らなかったので、チルズに当てて手紙を書き、自分の名前を取り去るよう要求した。フロリダ州議会は批判を受けたにもかかわらず、1994年にこの法を通した。南フロリダ水質管理地区は、エバーグレーズ農業地域内に雨水処理区を、 創設することによって、その行動が予想以上に早く行われたと述べていた。エバーグレーズ農業地域内には、データンの間に積層された、石灰岩のようなカルシウム元の物資を含み、カルシウムの付着層類が満たされた。公平司令部による初期の試験ではこの手段によって、ン岩有量を 80ppb から 10ppb まで減らせることが分かった。 ハモミズ処理区はリンガン有料を下げて、六砂八地国定野生生物保護区や、その他水質保全地域に放水できるまで、浄化処理を行うことが意図された。都市圏が、原野に進出してくることが、野生生物に少なからぬ影響を与え、動物種の中には、エバーグレーズ地域で絶滅を危惧されるものもある。絶滅を危惧される、種の保護から恩恵を受けた動物は、 アメリカアリゲーターであり、その掘った穴が他の動物にとっても逃げ場となり、特に寒気に多くの種が生き残る場となることが多い。このアリゲーターはかつてエバーグレーズに豊富にいたが1967年に絶滅危惧種に挙げられた。しかし、連邦政府と州の組織が共同して活動し、アリゲーターの狩猟を禁じたことで個体数が戻ってきた。 1987年には十分に回復したと宣言され、もはや絶滅危惧種ではない。しかしアリゲーターのテリトリーと平均的な体重は過去よりも外して小さくなったことが分かっており、個体数が減少しているので、干ばつ時における役割も限られたものとなっている。アメリカにも地域の固有種であり、1975年から絶滅危惧種に指定されている。 同じは二目に属するアリゲーターとは異なり、三角孔や海岸など、寄水や塩水の生息域で繁殖する傾向にある。その最も重大な脅威は人間による妨害である。人間に接触することが多いと、メスはその巣を放棄することになる。特にオスは大きなテリトリーをうろついたり、アメリカ国道1号線やフロリダキーズのカードサウンド道路を横切ろうとして、 自動車に惹かれることが多い。南フロリダには500内市仙洞のアメリカワニが生息していると推計されている。ベニヘラサギ、1930年代から1940年代に90%減少した。エバーグレーズ地域の動物で金全滅種となっているのはフロリダパンサーである。かつてはアメリカ合衆国南東部の全体に生息していた。 1995年時点で野生の状態ではわずか25ないし30頭とされている。パンサーは都市の拡大侵略で最も脅威を受けた動物である。オスは繁殖のために約200平方マイルのテリトリーを必要としているからである。1頭のオスと5頭のメスがこの範囲内に生息している。その生息域が失われるとテリトリーを求めて、 他のパンサーと争うことになる。パンサーの死因は自動車との衝突が第一位であり、それに次いで多いのがパンサー同士の争いによる死である。1990年代、ネイプルズやフォートマイヤーズなどの都市がエバーグレーズ西部やビッグサイプレスシ地の中に拡大を始めた都市圏の拡大によってフロリダ州南西部でのパンサーの生息域を狭めた。 公平司令部やアメリカ合衆国魚類、野生生物局などの機関が、新浄水法と絶滅危惧種法の維持に責任があったが、それでも湿地とパンサーのテリトリーでの建設許可申請を99%承認していた。限界ある遺伝子の保存も危険な状態にある。生物学者たちが1995年に遺伝子の多様化のためにテキサスクーガーのメスハットを 導入したので、2008年時点では野生の状態のパンサーが80ないし120頭となっている。動物種の中でおそらく最も劇的な現象は、賞金類である。その数は観察者の証言によって19世紀後半に約250万羽だったと推計された。しかし、ユキコサギ、ベニヘラサギ、赤毛サギが、婦人帽の彩り豊かな羽飾りに使われたために、 かられて、絶滅の寸前まで至った。その流行が過ぎ去った1920年頃の後、1930年代には、その数が回復してきたが、さらにその後の50年間で、中央、南フロリダの治水、排水事業の動きがその個体数増加を妨げていた。運河が建設された時、自然の水流が、フロリダ湾海岸に近いマングローブ林によって、 制限されていた。一つの浮きから次の雨季にかけて水が治水、排水事業によって引かれたので魚類が伝統的な産卵孵化場所にたどり着けなかった。鳥類はその餌を漁るために巣から遠くまで飛んでいく必要があった。1970年代までに鳥類の数は90%減少した。鳥類の多くが食物源に近い水質保全地域にある 小さなコロニーに移動したので、その数を数えることが難しくなった。現在も、運河が建設される以前の数よりもかなり少なくなったままである。1940年から1965年までに、南フロリダには約600万人の人々が移転してきた。毎週1000人がマイアミ市に移転し、都市開発はこの期間に4倍になった。人口が急速に増えると、 外来の植物種や動物種の問題も急増した。アジア、中央アメリカ、オーストラリアから風景を飾るものとして南フロリダに多くの植物種がもたらされた。ペットの貿易で輸入された外来動物が逃亡するか離されるかしてきた。外来種が生まれた土地で行われているような大きさを小さく数を小さく保つ生物学的制御は エバーグレーズでは存在しない場合が多かった。それらは餌やスペースを求めて追い詰められた在来種と競い合った。輸入された植物種の中でメラレウカの木が最も大きな問題となった。メラレウカはエバーグレーズで平均して100フィートの高さに成長し、その生まれであるオーストラリアでの25フィートないし60フィートよりも大きくなった。それらは 防風林とするために南フロリダに持ち込まれ大量の水を吸い上げるので湿地を選んで植えられた。定期的に伸びで形成される地域でメラレウカは耐火性があり、その種は伸びでさらに効率的にばらまかれた。巣に入るときに大きな欲腹を持つ小金類にとっては密度が濃すぎ、また固有種の植生を追い出した。 エバーグレーズ国立公園で1998年にメラレウカを制御選定する費用は200万ドルになった。ビッグサイプレス湿地では1990年代にメラレウカが最も広がった時に186平方マイルの土地を追っていた。エバーグレーズの木製シダがヒノキを追い越している様子。シダは火災の中で生き残るための消防はしごであるかのように振る舞っている。 ブラジルの古障である山椒もどきが装飾的な干木として南フロリダにもたらされ、その明るい赤の実を食べた鳥や、その他動物の落としたもので拡散した。放棄された農地で繁茂して密度濃い森になり、寝られるうかと同様に賞金ガスを作れなくした。ハリケーンの後では特に急速に成長し、松林に侵入してきた。1992年のハリケーンアンドリューの後で、 科学者やボランティアたちが参照もどきの痛められた松林を切り開いたので固有種の樹木がその自然の状態に戻ることが可能になった。エヴァーグレーズの復元にとって最も障害となる種は旧世界の鶴になるシダ植物であり1965年に導入された。シダは地上で急速に密度濃く成長して黒ククマやパンサーのような陸上動物が通る道を 問題あるものにした。シダはツルを伸ばして、木の高い部分にまで成長し、伸びが出た場合は、木の梯子として機能し、自然の耐火性がない木の高い部分が燃えてしまう。動物種もいくつか、エバーグレーズの水路に導入されてきた。多くの熱帯魚が放されており、その中でも、最も有害なものが、浅い水路に大きな巣を作るアオティラピアである。ティラピアは、 通常固有種の若い魚が隠れ場所に使うことになる。植生も消費している。爬虫類は南フロリダの生態系に特別の神話性がある。エバーグレーズで見られるトカゲの事実上すべてが外来種であり、ブラウンアノール、熱帯ハウス月ッが見られる。草食動物のグリーンイーグアナは原種の生息域で急速に個体数を増やすことができる。しかし、 その大きさや、子供や、家庭のペットに危害を及ぼす、可能性があることで注目された、爬虫類は、ビルマパイソンという蛇であり、地域で急速に広がった。このパイソンは、体長が20フィートにも成長し、食物連鎖の頂点で、アリゲーターと競い合っている。オウムやインコのような外来の鳥類もエバーグレーズで見られるが、その影響は、無視できる。 それとは反対に固有主野生生物におそらく最も損害をもたらす動物は家猫あるいは野良猫である。アメリカ合衆国全体で猫は年間約100万羽の鳥類を殺している。猫は1平方マイルあたり640匹いると推計されており、郊外部にいる猫は渡り鳥や湿地のギに破壊的な効果を及ぼしている。1992年ハリケーン・アンドリューが マイアミ市を襲い、ホームステッド市にある、ホームステッド空軍基地に破壊的損傷を与えた。1993年、この空港を再生させ、商業空港に転換する計画が、地元自治体や商業企業から大歓迎を受けた。それは、基地が破棄されその後に閉鎖された場合に、地元の町で、経済効果4億8000万ドル、就業機会1万千人が失われる可能性を、 埋め合わせることが期待された。1994年3月31日、この基地は予備役用基地に指定され、パートタイムのみの機能となった。空軍が行った大雑把な環境研究は、地元環境保護団体から不十分だとみなされ、離着陸が1日650回と見積もられた時には、その取得を停止するために訴訟に訴えると脅された。環境保護団体は、 1990年にホームステッド空軍基地がアメリカ合衆国政府の最も汚染された資産のリストに挙げられたことで以前から警告を受けていた。その心配するところは騒音も含んでおり、また軍政地としてマングローブの森を利用する鳥類との酒がたい衝突も問題視された。この空軍基地はエバーグレーズ国立公園とビスケーン国立公園の間にあり、 その双方に有害となる可能性があった。2000年、アメリカ合衆国内務長官、ブルース・バビットとアメリカ合衆国環境保護庁のディレクターがこのプロジェクトに対する反対を表明した。ただし、ビル・クリントン政権の他の機関は、以前から基地廃棄のモデルとして、この基地を迅速かつ円滑に地元機関に移管するために活動していた。 この基地をもっと環境に優しいものにする試みが行われているが2001年空港を促進している地元商業団体が連邦政府の支援を失った。エバーグレイズフォーエバー法が成功し水銀濃度は下ったにもかかわらず1990年代に南フロリダ都市圏における生活の質が下がったためにエバーグレイズへの注目度が高くなった。 都市圏住民が次第に持続的発展が不可能なほど自然資源を消費していることが明らかになった。1995年にロートンチルズ州知事に提出された持続的発展が可能な南フロリダに向けた知事の委託と題する報告書が州都地方政府の直面している問題を浮き彫りにしていた。この報告書は南フロリダのエバーグレーズ、フロリダ湾、 その他水域の自然の質の低下が観光業や危機にある商業漁業からの収入を著しく減らす可能性があると述べていた。さらに過去に環境を酷使し無視していたことがこの地域に急激な疲労をもたらし南フロリダの住人が汚染された大気と水で健康被害に直面するとしていた。さらにゴミゴミとして危険な都市圏の状態が 州の評判も傷つけるとも言っていた。過去20年間で人口は90%も増加したが、登録された自動車は166%増加していたとも記していた。水の質と有用性は繰り返される水不足が、年間53インチの降水がある、亜熱帯環境で喉の渇きで死んでいく、自然体系という皮肉を生んでいるとも記していた。しかし、 エヴァーグレーズの復元は国政において超党派の大義になった。林濃度を減らし、その他水質を改善するために必要な変更の資金として砂糖に対して1ポンド1ペニーの税が提案され、議論を呼んだ。州民はこの税を支持することを求められ、この問題に対処するために環境保護団体は1500万ドルを払った。 佐藤のロビーストはそれを否定する広告に2400万ドルを支出して成功した。フロリダ州の歴史でも最も費用のかかる住民投票の命題となった。復元のための費用をどうやって手当てするかが政治的な闘争の場となり解決策もないままに立ち往生したように見えた。しかし、1996年の選挙年で共和党上院議員、ボブドールが エバーグレーズのために土地を取得する費用2億ドルを連邦議会からフロリダ州に渡すよう提案した。民主党員のアメリカ合衆国副大統領アルゴアが連邦政府はエバーグレーズ農業地域の土地10万エーカーを購入し復元のために移管すると約束した。政治折衝によってその数字は5万エーカーまで減らされたがドールもゴアもその姿勢が議会によって認められた。 南フロリダの開発前の自然の排水パターン。1900年、頃。2005年の南フロリダの排水パターン。エバーグレーズの環境復元事業、セルピによる復元と水環境管理。1992年水資源開発法の一部として、連邦議会は中央、南フロリダの治水、排水事業の効果の評価を承認した。再検討と呼ばれる。 報告書はアメリカ陸軍公兵司令部と南フロリダ水質管理地区が作成したものであり、1999年に連邦議会に提出された。その中では、体系全体に対する有害度の指標として、エバーグレーズ当初面積の減少50%、貯水量の減少、放水の有害なタイミング、過去50年間で賞金類個体数の85ないし90%、 減少、商業漁業からの水揚げ高減少が挙げられていた。オキーチョビー湖、カルーサハッチー川、セントルーシーイリエ、ワースラグーン湖、ビスケーン湾、フロリダーン、エバーグレーズを含む水域が異常な水位の変化、塩分濃度、海洋と淡水生態系の劇的な変化を反映していた。この再検討では、過去50年間にわたる水質の全体的低下は、 汚染された水のフィルターとして機能する湿地が失われたことで生じたと述べていた。今後の介入がなければ、南フロリダ全体の生態系が悪化すると予測していた。運河によって1日約1700億 US ガロンの水を大西洋あるいはメキシコ湾に流しているので、貯水する機会がなく、洪水は今でも問題のままである。現代系に変更がなければ、1年おきに、 取水制限が必要となり、特定の場所では毎年取水制限することになると予測した。包括的計画に尽力することなくプロジェクトの一部を改定することは不十分であり、おそらく有害なものになるとも警告した。再検討は10の計画を評価した後、20年間で78億ドルを要することになる包括的戦略を推薦した。 この計画は次の行動を提唱している。この報告書は提唱する行動のすべてを実行することで、南フロリダ中に健全で持続的発展が可能な生態系を再生させる結果になると述べている。この報告書はすべての回答を出していないことを認めているが、いかなる計画もそれはできない。しかし、残っている体系の大きな部分に関わる。 排水前の湿地の基本的な決定要素を修復できると予測し、また全ての動物の個体数が増え、動物の分布パターンが自然の状態に戻ると予測した。批評家は使われていない技術のいくらかに関する心配を表明した。科学者は採石場が提案されているほどの水量を保持できるか、水は採石場から有害なバクテリアをもらうのではないか不安視した。 大水槽に対する過剰な負荷が別の心配事であり、以前に試みられた技術ではなかった。この再検討は楽観的であるが、次のように述べている。修復された将来のエバーグレーズが過去に存在した、いかなる時期のエバーグレーズとも異なるであろうことを理解するのは重要である。それは、現在の生態系よりも、はるかに優れたものになるのは確実であろうけれども、 排水前の生態系を完全に復元できるわけではない。なぜなら、すでにここの生態系に対して、不可逆的な変更を人が加えてしまったからである。よって、排水以前にあった生態系よりも小さく、いくらか違った形に配置されたエバーグレーズになる。それでも排水以前のエバーグレーズにおける水循環のパターンや、生物の生息パターンに近づくであろうから、 また地球上の他のどの湿地帯とも異なったものになるので元のエバーグレーズの野生身と豊かさを想起させる場所になるだろう。この報告書は目標が紛糾の種になることが多かった多くの機関が協力した結果だった。最初の走行はエバーグレーズ国立公園管理者に提出された。彼らは公園に十分な水が放水されず優先順位は 都市圏に水を配給することに置かれていると主張した。彼らがその報告書を指示することを拒否すると脅すと、計画が書き直されて、公園により多くの水を流すようにされた。しかし、ミコースキー族インディアンが公園と水量制御装置の間に居留地を持っており、部族の土地と5000万ドルのカジノが洪水にならないことを確保するために訴訟を起こすと脅した。 その他の特殊な関連団体も企業と住民が自然の次に優先順位があると心配していた。しかし、エバーグレーズは超党派の大義であることが証明された。このエバーグレーズの環境復元事業は2000年水資源開発法で承認され、2000年12月11日にビル・クリントン大統領が署名して法制化された。連邦政府と その他の資源に分配されて実行されるために13億ドルの即座の使用を認めていた。フロリダ州はエバーグレーズの環境復元事業が法制化されてから様々なプロジェクトに20億ドル以上を注ぎ込んだと報告している。3万6000エーカー以上の雨水処理区が建設され、エバーグレーズの水から2500ショートトンのリンをろ過するようになった。 広さが1万7000エーカーある一つの雨水処理区は2004年に建設され世界最大の人工湿地になった。復元のために必要とされた土地の55%、合計21万167エーカーはフロリダ州が購入した。アクセラ8と名付けられた計画はこのプロジェクトの建設と資金手当を急がせるためのものが実行に移され、 大型貯水池3カ所など8つある建設プロジェクトのうち6つの開始を急がせた。変化する経済もこの計画を傷つける。記録的予算超過で1年が過ぎたが、テロリストが2001年の攻撃を行った後で、その雰囲気は鋭く変化した。集役人の中には多くの複雑な工事プロジェクトを含む計画が連邦政府の官僚主導の中で行き詰まり、 分析麻痺の犠牲になったというものもいる。ザ・ニューヨークタイムズ・ノーベンバー2007超党派の良識とエバーグレイズの重要さに関わる宣言があったものの、この地域は今も危険な状態にある。政治の捜査が続いてエバーグレイズの環境復元事業を遅らせている。2003年、佐藤のロビーストがフロリダ州議会でエバーグレイズの水路で許容されるリンの濃度を10。 ppb から15 ppb に引き上げ、規定濃度に達する年限を20年間延長する法案を提出させた。2016年にはついに妥協案が成立した。環境保護団体は、アクセラ8を通じて、建設工事のいくつかを加速させる試みは、政治的に動機づけられていることに対する心配を表明している。アクセラ8が注力する6プロジェクトは、 本当に必要とする自然の地域に多くの水をもたらさず、むしろエバーグレーズに隣接する人口の多い地域でのプロジェクトに水をもたらすものであり、すでに過剰な負荷を受けている環境に多くの人を受け入れる空間を提供するために水が配られることを示唆している。連邦議会は復元のために資金の半分を約束したが、 イラク戦争が始まり、エバーグレーズの環境復元事業の議会における主要な支持者だった二人が引退した後で、この計画における連邦政府の役割は満たされないままになっている。ニューヨークタイムズの記事によれば、フロリダ州の役人が復元は連邦政府の官僚主導、分析麻痺の犠牲の迷,の迷路に入っていると言っている。2007年、 エバーグレーズの復元の予算20億ドルの支出が連邦議会によって承認され、その使い道である水開発プロジェクト全体について、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領の発動した拒否権を撤回させた。ブッシュの稀にしか使わなかった拒否権は、その弟であるジェブ・ブッシュを含め、フロリダ州の共和党の意思に反するものだった。連邦議会によるその後の行動がなく、州知事、 チャーリー・クリストは2008年2月にワシントン DC に出向き約束されていた資金について問いただした。2008年6月までに連邦政府は手当てされていた78億ドルのうち4億ドルのみを使ってきた。2008年6月、ジャーナリストのカール・ハイヤセンは環境に対するジョージ・ W ・ブッシュの姿勢を長期的な無関心と特徴づけ農薬とリンで汚染された水を エヴァーグレーズに放出することを認めるアメリカ合衆国環境保護庁の方針を変えるために干渉するつもりはないとブッシュが述べた時にそれが裏付けられた。フロリダ州には現在も日々1000人の新しい住民が移ってきており復元や湿地の回復を予定されている土地は州がそれに入札するチャンスを持つ前に売り買いされることが多い。不動産の競争力ある。 価格付けが州の買収能力を超えて進められている。フロリダ州が土地を買収し、建設の資金手当を援助しているので、エバーグレーズの環境復元事業の下のプログラムは、州予算の削減に対して脆弱である。2008年6月、州知事クリストは、フロリダ州が、US シュガーを17億ドルで買収すると発表した。このアイデアは、砂糖のロビーストが、 ユーエッシュガーによるリンが含まれた水をエバーグレーズに汲み上げるやり方に対する規制を緩和させようとクリストを説得しようとした時に生まれた。ロビーストの一人によればまさにその瞬間ということであり、クリストは砂糖がエバーグレーズを汚染し、我々がエバーグレーズを浄化するために金を払っているとするなら、砂糖を取り除いたらどうだろう。といったことになっている。 アメリカ合衆国で最大の砂糖機ビによる砂糖の生産者が6年間創業を継続し、その所有権がフロリダ州に移ると、エバーグレーズの18万7千エーカーが未開発のままに残され、排水前の状態に戻されることになる。2008年9月、連邦政府に科学と政策に関する助言を行う、非営利機関の全米研究評議会が、 エバーグレーズの環境復元事業の進行状況に関する報告書を提出した。この報告書は予算付け、計画、完了仕事における問題のために復元は不十分な進行状況と述べていた。全米研究評議会報告書はエバーグレーズを進行がなければさらに危険にさらされると世界の貴重な生態系と呼びエバーグレーズの復元における 現在の遅れは、改善を遅らせているだけでなく、生態系の衰退を続けさせていると言っていた。樹木の島の縮退、絶滅を危惧される、猛禽類、すなわちエバーグレーズスネールカイトや、セーブルミサキ浜姫ドの個体数現象を引き合いに出した。エバーグレーズ国立公園にまで達する水がないというのは、計画の遂行にあたって、最もやる気をなくさせる話の一つと、 特徴を付けていた。全米研究評議会は、州と連邦政府のレベルで、計画の改良を推奨し、毎年エバーグレーズの環境復元事業の各プロジェクトの見直しを行うことや、修復のために、さらなる土地の取得を推薦した。エバーグレーズの復元は2009年アメリカ再生、及び再藤司法の一部として、市民サービスと建設の仕事を与えると同時に、 議会で認められた修繕プロジェクトを実行することを意図し、連邦予算で9600万ドルが割り当てられた。2010年1月、運河 C-111 に対する工事が始まった。この運河は1960年代に考えされた農地から排水するために建設されたものであり、エバーグレーズ国立公園から水が逃げないようにしておくために再建された。他にも、 復元のための二つのプロジェクトが2010年に開始することが予定された。クリスト州知事は同月にエバーグレーズの復元に5000万ドルを割り当てると公表した。同年4月、連邦地区裁判所の判事が州と連邦政府は年限を守れないと通説に批判し、浄化作業も氷河の歩みのように鈍く、政府は環境法の執行を 理解し難いと無視していると表現した。ありがとうございます。